ディオゴコの祠は、ハイラル平原眺望台から南西にあります。ディオゴコの祠内に入りました。棒をウルトラハンドで掴みます。ネジを動かすためにくっつけましょう。両方くっつけて力が伝達するようにします。くっつけた後は、黄色い装置を叩くと先の扉が開きます。黄色い装置を叩かずに扉を開くことも可能です。棒をウルトラハンドで掴んで無理やり奥に押し込みます。するとネジがゆっくりと回転していきます。しばらく回したら戻れこで戻しましょう。扉が開くので先に進みます。黄色い装置を叩いた方が楽ですが、このように強引に開くことも可能です。左の上側に宝箱があります。まずは棒を取り付けます。棒をウルトラハンドで動かすと扉の中から新しい棒が出てきます。新しい棒をもう一本の棒とつなげます。長い棒にしたら宝箱を取りましょう。棒に宝箱をくっつけることができます。よっ。ゴーレムの号泣、ゲットだぜ。宝箱を取り外してゴールに向かいます。つなげた長い棒を使って上に上がっていきましょう。長い棒を立てかけて、張って上がっていきます。上に上がったら次も同じです。これを繰り返すことでゴールまで上がっていけます。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。